け止めやがった。ヒュンケルを倒した奥の手を、しかもストラッシュは完璧版なのに。剣でライデインのエネルギーを吸収してるわ。よくぞここまでドラゴンの力を操った。その闘気と勇気に免じて見せてやろう。真のドラゴンの騎士が天を操った時の力がどれほど凄まじいかをな。ギガデイン、ギガブレイク。見事フレイザードに勝利し、レオナを救出したダイたち。勝利の祝いに開かれた宴には、無事に回復したレオナの姿があった。助けてくれたダイたちに感謝を述べるレオナ。レオナ救出に加勢したヒュンケルにも言葉をかけるが、ヒュンケルは自身が不思議団長としてパプニカを滅ぼした事実を話し、レオナに自分を裁くように申し出る。レオナが下した判決は、残された人生のすべてをアバンの使徒として生きること。これからは、友情と正義と愛のために命を懸けて戦い、過去に囚われ歩みを止めることを禁じる。そう語ったレオナ。レオナの寛大な裁きに涙を流しながら、ヒュンケルは承知するのだった。それからも宴は続き、バダックや人間の兵士たちがクロコダインと共に酒を酌み交わしたり、レオナがマームへ敬語をやめるように親しく話すなど、おのおのが自由な時間を過ごしていた。そんな中、ふとマームは宴から離れていくヒュンケルとクロコダインを目撃する。彼らに事情を尋ねると、二人は魔王軍の本拠地である祈願城へ行き、動向を探ってくるという。また会おうと告げて去りゆくヒュンケルたちを、マームは一人見送るのだった。ヒュンケル、クロコダインが裏切り、フレイザードが死んだ。六大軍団長も三人となり、我が魔王軍の戦力も半減となったか。このメロディーは死神の笛の音。グッドイブニング、こんばんは祈願城の皆さん。自己紹介しましょう。僕の名前はキルバーン。ピロロだよ。噂には聞いているよね。魔王軍の死神と恐れられ、大魔王バーン様直属の殺し屋として、その意にそぐわぬ者を人知れず葬ると言われているキルバーン様だよ。その死神がこの祈願城に何用だ。誰か不始末でもしでかしたかな。いや驚いたなミスト。君が話しているのを見るなんて何十年ぶりだろうね。まっ君と来たら必要がないと100年でも200年でもだんまりなんだからな。貴様が喋りすぎるのだキル。なんだこいつら、顔見知りなのか。ところでハドラー君、最近君の戦績が優れないみたいだね。そうそう、剣でだらしないんだよ。勇者ダイを打ち漏らして以来、軍団長は次々と倒されるわ、ロモスパプニカを奪回されるわで、もうボロボロ。おまけにこの間は全軍総掛かりでダイにやられちゃったんだよ。黙れ、現在も抹殺計画は進行中なのだ。いずれ必ず。だったら早くすることだね。バーン様はとっても寛大なお方だけど限度があるよ。もしまたしくじったら。ふん、心配は無用だ。あんな小僧どもなどすぐに始末してやるわ。この俺の手でな。そうはいかぬ。次にダイと戦うのはこの竜気将バランと決まっておる。
まさか。早すぎる。もうカール王国を滅ぼしたというのか。なんだ、かの竜騎将バランを切り札に取っておいたのか。それなら何にも問題ないじゃないの。待てバラン、この場は大魔王様の信用回復のために。俺が魔軍司令殿、あなたの口実はもはや聞き飽きた。あなたが私とダイを近づけたくなかった理由はもう分かっている。あの少年ダイはドラゴンの騎士なのだろう。ドラゴンの騎士？まさかあの伝説の。ついに見抜きおったか。こやつだけには知られてはならぬこと。任せてもらえますな、ダイは。ならん。魔軍司令として命ずる。貴様は動いてはならん。第一、やつがドラゴンの騎士などという証拠などどこにもないぞ。我が目で確かめれば済むこと。ならんと言っておる。ストップ。僕にも大体筋書きが読めたよ、ハドラー君。なるほど、勇者ダイがドラゴンの騎士じゃバラン君に合わせちゃちょっと困るよね、君は。まあいいさ、仲間割れは後でゆっくりやってもらうとして、取り急ぎ僕の要件を済ませたいんだ。それはバーンの鍵。クロコダインにヒュンケルって言ったっけ。あの二人はこの祈願場の場所を知っているからね。直ちに移動させよとのバーン様の命令なのさ。ついに立つか。祈願場が動く。さあみんなで楽しい世界旅行とシャレ込もうよ。わーいわーい。一方、祈願城へ偵察に向かったヒュンケルたちはその城が移動していることを知る。恐ろしいことが起こる予感がした二人。クロコダインはダイたちへ状況を伝えに戻り、ヒュンケルは残された足跡を追うのだった。マームが舞踏家になる修行へ出発した後、ダイは今まで使ってきた鋼の剣の代わりになる武器を探したいとレオナに相談を持ちかけていた。話を聞いたレオナはベンガーナ王国のデパートへ行くことを提案する。服でも武器でも防具でも何でも売っているという話に興味を惹かれたダイはデパートへ行くことを決める。一方、ポップはマトリフへダイの額の紋章について話をしていた。マトリフはそれがドラゴンの紋章だと気づくが、ポップに詳細は告げず、ダイと共に武器探しへ出るというポップへ魔導士のマント、輝きの杖、そしてベルトを選別として送る。そしてポップへ、いつかダイが人間として大きな壁にぶつかった時には支えてやれとだけ話す。ベンガーナへ向かおうとしたダイとレオナは従者たちに無断でパプニカ王国の気球を出発させる。同行予定のポップを置いてきてしまったことを心配するダイ。レオナはダイと二人での冒険を期待していたため、いてもいなくても同じだと答えるが、トベルーラで飛べるようになっていたポップはしっかりとついてきており、レオナの言葉に反論。三人は賑やかにベンガーナへ向かうのだった。ベンガーナは最も安全な国って呼ばれてるわ。軍備、商業ともに発達した王国で、世界一と言われる経済力をバックに豊富な武器、物資で魔王軍の侵攻を防いでいるのよ。これがデパート。服や鎧は4階、武器は5階か。おお、かっこいいな、これ。3,800ゴールド。ダイ君、5,000ゴールドまでならどれ買ってもいいわよ。パプニカの金属や布はすっごく高値で売れるのよ。私のこのドレスを売れば2,3万ゴールドになるわよ。おばあ様、何か来るわ。
恐ろしい力を持った生き物がたくさん。うわ、ヒドラだ。大砲が効かない。なんて硬い体なんだ。もしかしたら。もうこれじゃダメだ。動きづらくって。よし、行くぞ。コメちゃん、お願い、ママを助けて。この岩をどかさないと。ヒドラを引きつけておくから、その隙に早く。Stop!
紋章はまさしく、まさかこの目で本当に拝めるとは思わなんだ。伝説のドラゴンの騎士様の戦いを。ああ、お前のドラゴンキラー。やったな、ダイ。すごかったじゃねえか。大丈夫だった？怖い、お兄ちゃん。怖いよ。俺が怖い？お前が潮流軍団の軍団長か。軍団長？僕はそんなに偉かないよ。ただの使いまさ。実は魔王軍でも君の正体が話題になっていてね。潮流軍団から竜を借りて僕が君の正体を見極めることになったのさ。おかげで君の本当の姿を見ることができたよ。ああそうだ、近い将来本物の潮流軍団長が現れると思うよ。君を地獄へ誘うためにね。お楽しみに。俺の正体って何のことだよ。そういえばあなたたち、ダイ君のことをドラゴンの騎士って呼んでたわね。いかにも、その方こそ我が祖国の伝説に記されたドラゴンの騎士に相違ない。私は占い師のナバラ、これは孫のメルル、祖国はテラン王国さ。テラン、このベンガーナの北にある国ね。神秘の国と呼ばれている。神秘の国テラン、そこへ行けばきっと何かがわかる。湖の中の神殿に入ったダイは、神殿の番人を名乗る不思議な水晶、流水晶と出会う。ダイは流水晶へ、自身は何者なのかと問う。流水晶は、神殿に立ち入ることができるのはドラゴンの騎士のみ。つまり、ダイは紛れもなく、ドラゴンの騎士であると告げる。流水晶は語る。ドラゴンの騎士とは、竜の神、魔族の神、人間の神により、遥かな太古に生み出された究極の生物であると。ダイは、なぜそんな生物を生み出したか問うが、その時流水晶は、もう一人の何者かが神殿に立ち入ったことを感知した。誰だ、お前は。潮流軍軍団長、バラン。こいつが潮流軍団の軍団長か。ただ者じゃない。それに何か不思議な感じがする。お前がダイだな。そうだ、魔王軍の軍団長がここに来たということは、俺を倒しに来たんだな。が本来のドラゴンの騎士の務めではないか。まだ全てを知らぬと見える。流水晶に代わって私が教えてやろう。だったら大魔王バーンの方がよっぽど悪いじゃないか。あいつは世界を征服しようとしているんだぞ。いや、悪いのは人間だ。バーン様は世界の平和のために人間を滅ぼそうとなさっているのだ。俺は誰が何と言おうと人間の味方だ。アバン先生の命を奪った魔王軍の手下なんかに死んでもなるもんか。
呪文が足止めにもなってね。無駄なあがきはよせ。その子はもらっていくぞ。ダメよ、大君は渡さないわ。そうだ、いくら同族だからってダイを連れて行く権利なんかねえはずだ。権利ならある。この子は私の息子だ。本当の名はディーノ。嘘だ。デタラメ言ってんじゃねえよ。ダイはデルムリン島に流れ着いた孤児だって聞いたぜ。同じ種族だからって何か証拠でもあんのかよ。その子の額の紋章が何よりの証拠。この地上に私以外でドラゴンの紋章を持つ可能性があるのはただ一人。11年前に生き別れた我が子ディーノだけだ。まだ俺には最後の武器がある。そうだ、マトリフさんも言ってた勇者の武器。俺に残された武器でお前に通じそうなものはもう、どんな強敵にも立ち向かっていく、この勇気しかない。ディーノ。ディーノなんて呼ぶな。俺の名はダイだ。じいちゃんからもらった俺の名前なんだ。俺は魔王軍と戦う勇者ダイだ。そうか、分かった。では人間どもの呼び方に従ってダイと呼ぼう。ダイよ、人間どもに味方する勇者としてお前を倒す。素直に我が軍門に下らぬと命がないものと思え。真のドラゴンの騎士の力を見せてやる。俺は誰が何と言おうと人間の味方だ。アバン先生の命を奪った魔王軍の手下なんかに死んでもなるもんか。やむを得んな。できれば傷つけたくはなかった。お前がそういう気持ちならば力ずくでも連れて帰るぞ。死ね。あっ、もわからないではないが、この私が。頼む、俺の体の中に眠っているドラゴンの力よ、目を覚ましてくれ。今この男に勝たなきゃ人間はみんな滅ぼされてしまうんだ。ダイも紋章を出した。
まさか。ライデイン！ライデイン！ストラッシュ！受け止めやがった！ヒュンケルを倒した奥の手を！しかもストラッシュは完璧版なのに！剣でライデインのエネルギーを吸収してるわ！よくぞここまで！ドラゴンの力を操った！その闘気と勇気に免じて見せてやろう！真のドラゴンの騎士が天を操った時の力がどれほど凄まじいかをな！ギガデイン！ギガブレイク！よくもダイをやりやがったな。こうなったらダメで、もともとありったけの呪文を。待て、その男の相手は俺がする。獣王クロコダイン。ありがてえクロコダインのおっさんよ。あんたが来てくれりゃ百人力おさ。ソアラ、クロコダイン、そこまで言うなら仕方がない。だが戦うとなれば、お前は真のドラゴンの騎士の恐怖を知ることになる。ダイとは比べ物にならぬ完成されたドラゴンの力をな。なんだ、闘気こそ凄まじいが、まるで暴奪ではないか。くん、戦う気がないなら遠慮なくその首をもらうまでだ。バカな、斧の方が砕けるとは。これぞドラゴンの騎士最強の秘密、ドラゴニックオーラ。このドラゴンの紋章が輝くと、私の体はドラゴニックオーラと呼ばれる生命エネルギーの気流に覆われるのだ。それは全身を鋼鉄のように強化し、あらゆる呪文を弾く防御膜となる。そしてこのドラゴニックオーラを全開にし、その威力をもって戦えば、
地上のいかなる生物も太刀打ちできん。それで、もうお前は戦えまい。降伏しろ。姫さん、ダイを頼む。分かったわ、メホマをかけてみる。何の真似だ。魔法が効かねえんだから、こいつでぶっ叩く。血迷ったかこそ。私が徹底的にクロコダインを叩いたのは、奴のようなタイプが一番恐ろしいからだ。あらゆる呪文を弾くこのドラゴニックオーラも、それ以上のパワーや闘気をもってすれば貫かれ、私の体も傷つけられてしまうからな。クロコダインならともかく、貴様のような非力な魔法使いの一打などかほどにも感じぬわ。それでもやってやら、行くぜ。クロコダイン、この場は俺に任せろと言ったはずだぞ。でもその体じゃかないっこねえだろ。まだ左腕が生き残っている。それにたとえ両目が失われようとも、俺にはまだ心の目がある。お前が拭ってくれた心の気がない。さあ行くぞバラン、これが俺の最後の技だ。バカめが、今のお前の攻撃などこちらはいくらでもかわしようがある。だが貴様らにこれはかわせまい。ギガブレイク。先ほどは相手が D のゆえに力をセーブしたが、今度は違うぞ。たとえかつての領有といえども、人間を素晴らしいなどと抜かすやつを生かしてはおけん。二人揃って灰になれ。まさか。おお、ダイが復活した。龍王快進撃。私のドラゴニックオーラを貫き、肉体を傷つけたのか。いかに仲間の助力を得たとはいえ、あんな小さな子供が。だがあの子だけの力ではない、仲間たちの力が。お、消えた。何をするつもりなんだ。どうしたんだ。音が止んだ。バラン、貴様何を。息子にはもはや不要なものを奪った。そのため力を使いすぎた。この場はひとまず引かせてもらう。いずれ改めてリーノをもらいに来るぞ。
大丈夫だったか。よかった、ほっとしたぜ。あ、どうしたんだよ、ぼーっとしちゃって。君たち誰？どうしてこんなところにいるの？僕は。集え、三階の覇者、竜騎衆たちよ。今こそ、潮流軍団決戦。ご命令を。ご苦労だった。待っていたぞ。数年ぶりですね。我ら三人がバラン様のもとに集うなど。我々全員の力を欲するとは、一体いかなる事態が起こったのです？世界を燃やし尽くす日でも来たのですか？私の息子ディーノが生きていたのだ。魔王軍に立ち向かう勇者ダイ、彼こそ我が息子ディーノだったのだ。ディーノ様が？なんと皮肉な巡り合わせか。私はすでにディーノに出会った。そして彼の率いるパーティーと一戦交えた。その結束力は想像以上に強く、私も若干のダメージを受けた。バラン様が敵図を？それでこのアルゴ岬に来られていたのですな。ここはドラゴンの騎士が力を回復する奇跡の泉があると言われるところ。うん、来た理由はそれだけではないがな。奥方様のことか。心得ました、バラン様。要はディーノ様の奪還にお力添えをすればよいのですね。そうだ、息子には厄介な仲間たちがいる。奴らは勇者ダイのためなら死をも恐れん。死を覚悟した人間どもは恐ろしい力を発揮することもある。もし勇者の仲間たちが抵抗してきたら、お前たち三人で叩き潰すのだ。その間に私は息子を奪い返す。はは、戦の準備を整えてくる。しばし待て。ソアラよ、今度こそディーノを奪い返してくるぞ。薄汚い人間の手からな。我ら潮流軍団はこれよりテラン王国に向けて出陣する。我が子ディーノを加えれば我らの戦力は完全無欠となろう。続け、者ども。